このコバのレザーの部分の傷ですね、ここを綺麗にしていくっていう動画なんですけど、気になりますかね、ここ。これをね、もともと下がスポンジで、あのこの上の部分だけ駐車場のあのタイヤ止めでガリッとしたので、このサフィールのあのヒールレストアラでやってきます。あの近くで見るとすごい傷がついてるっていうイメージですけど、そのガリガリっていうね、ここに色が塗れればだいぶ軽減されるんじゃないかと思いますので、一回色を塗っていきます。まあ塗ったらしばらく乾くまで置いておくんですけど、もう色味はね入っちゃいましたね。うん、まあ、この近さで見てるんで傷が気になっちゃうなーって人もいるかもしれないんですけど、まあ靴履いたレベルで見るともう全然問題ないです。逆にこのスウェードの方に当たらなくてよかったですねっていう状態です。うん、今アップにしたんですけど少し乾かしてみましょうか。はい、この部分ですね。うん、確かに分かるっちゃ分かるんですけど、まあ色が濃くなってるんで、でもね気になる方はこちらもどうぞ。はい、これは皮が起きてるので特別なんかすることはないんですけど、ヤスリでこれは整えていきましょう。まあ、本来は、まあ、機械でちょっと叩くんですけど、この一番最後の下がスポンジソールなので、スポンジがちょっとへこんじゃうのも嫌だかな、叩くっていうと結構強いので、まあヤスリでそのあたりを押さえ込んでいきます。うん、幸いにしてもこれ焦げ茶というか濃い茶色なので、まあ、少し押し込むような感じで整えていきます。まあ、いつもねアッパーのその傷補修の時は削るな削るなっていう、持ったものを削れって言うんですけど、これはもう本当にざっくり勝手に盛られちゃったって感じですね。ガサガサガサってなってるので手でザラザラザラって言うってことは、普通のところよりはもう先にもう盛られちゃってるので、それを整えていくって感じです。で320番ぐらいでやると多分削れちゃいます。ザザザザザッと削れちゃいます。なので、まあ、600番ぐらいってサラサラってしてるんで、ここで整えていくといいかもしんないですね。うん。もうだいぶ雰囲気変わってきたぞと。うん。確かめながらやるといいですね。だからあんまりその紙ヤスリなんてね、お家で買うとかそういうことないと思うんですけど、もし傷を直したいとかそういうのをね YouTube とか本とかで見るとヤスリっていう言葉は必ず出てくるんですよ。なので番手で言うと、まあ実際やってる方からしてみると、まあ、320番か400番、これがまあよく削れるジャンル、まあ A としたら、次は600番、これが B ですね。もうこの2つでいいと思うんですよ。なんか800番1200番ってさっき前も言ったんですけど、靴クリームとか色が入らなくなってくるんですよ。ツヤテカテカになりすぎちゃって、皮がツヤツヤになりすぎちゃって。なので AB の2種類、400番か380番、320番か B だは600番とか800番までいらないと思いますよね。うん、それを使うといいと思いますし、まあトコノールでこうやってやっていけば、おそらく600番が1000番ぐらいになりますよ。目が潰れちゃうんでテカ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 ってなるので、そういった感じでやるのも一つですね。うん、まあトコノールもノリみたいなもんだね。この表面をキュッ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 と整える感じです。あくまでも、なのでトコノールやったら削れないので削れにくくなります。整えていきますね。今すごい茶色使いましたけど、まあ黒でもニュートラルでもいいとは思いますけど、うん、もうこの段階でいいですよね。うん、まあでももう一回同じような仕上げしていきましょうか。出ましたね、ヒールレスト。あら、これね茶色ちょっとインクが結構出すぎちゃって、うん、あんまり振りすぎたのがいかんかったのかわかんないですけどね、ちょっと蓋の中で溢れてましたね。
どうですかね、うん、最後ちょっとバフってかけるんですけど、まあこれはかけると分からなくなっちゃうんで、こんな感じで、うん、ちょっと乾かしたらどうですか。うん、なんか綺麗になりすぎちゃいましたね。他のところがまあ傷んでるとは言わないですけど、これはねご満足していただいて、ミッドソールとウェルトの部分がねちょっと段差があるんですけど、それはもともとなんですけど、まあちょっとしたことでね、こんな感じ。これはね技術いらないです。取扱説明書みたいな感じで今の感じでやってもらえれば綺麗に仕上がると思います。こっちの方が分かりやすいですね。ちょっとあそこのミッドソールとの段差がなくなってきたところがやったところです。